しい技をひらめいた。卵、玉ねぎ、三つ葉、お米、鶏肉、調味料、材料はみんな揃ったね。お腹すいたでしょう。うん、もちろん。それじゃあ、お米は私がやるから、あなたは親子丼をよろしくね。大丈夫、私が教えてあげるから。その通りに作れば私が作ったのと同じことよ。じゃあ、玉ねぎを適当な大きさに切って。あらあら、どうしちゃったの？ママちゃんは目が痛いです。玉ねぎが目に染みたのね。さあ、ここからが肝心よ。卵はちょっと固まり始めた半熟が美味しいわよ。はい。はい、ご飯よ。完成。結構簡単なんですね。そうよ。さあ、温かいうちにいただきましょう。いただきます。すごく美味しいです。本当ね、よくできてるわ。母さん、お話があるんです。私は元の世界に戻ろうと思います。母さん、どうして？
円がなくなったから。え、親子丼これからは自分で作ってね。そして時々でいい、お母さんのことを思い出して。母さん、ありがとうございました。いやり、私の方こそありがとう。あなたが私の娘で本当によかった。さようなら、母さん。ええ、さようなら。みんな、今戻った。みやび、あれ、みやびさん、雰囲気が違う。なんか匂いが変わった気がする。そうか、自分では分からないが。みやび、お別れをしてきたんだね。ああ、母さんは少し早いが言ったよ。そうなんだ、消えちゃったんだね。いや、消えてはいないさ。私が母さんのことを忘れない限り、母さんは永遠にこの胸の中で生き続ける。それで十分だ。みやび、本当に帰ってきたんだね。さらに大きくなって。紫、リョーナ、リョービ。あ、はい。はーい。何？私も今まで悩んでいた身だ。あまり大きなことが言えないのは承知している。だがそれでもあえてお前たちに問う。蛇女の誇りとは何だ？悪人の生き様とは何だ？私たちが戦うのは何のためだ？僕が戦うのはミヤビのためだ。イム、今はお前に聞いていない。ごめん。紫、リョーナ、リョービ、3人は答えられるか？ミヤビは答えられるの？いや、正直私もうまくは答えられない。え？何よそれ。うまくは答えられないから私は前に進む。その先に答えがあると信じて。だからここにはとどまってはいられない。答えではないが、それが私の結論だ。ミヤビ。だが私一人で前に進む気はない。紫、リョービ、リョーナ、そしてイム、私はあくまで
お前たちと共に進みたい。みやびさん、最後に答えを出すのは自分自身だ。しかしそれでも私にできることがあったら言ってくれ。私はお前たちを置いて先に進むつもりはない。ありがとう、みやび。さて、他の連中に遅れを取るわけにはいかない。私たちも動き出さなくてはな。あれで、もう始めちゃう感じなの？ヨーナちゃんたちも放置プレイしないって言ったのに。戦いの中で見つかる答えもある。お前たちも知っているはずだ。あ、確かにそうかもね。さあ行くぞ。忍びの盆踊りは蛇女が制す。まずは千年祭執行部から火炎の魂で血祭りにあげてやろう。みやび、僕はもちろんついていくよ。私も行きます。ここでじっとしててもダメな気がしたから。そうだね、行こう、みやびちゃん。さあみんな、悪の誇りを舞い掲げるぞ。ミア、悪の誇りを舞い掲げよう。どれが相手だ。私は
ちゃん、こ
地獄の豪華で燃え尽きるがいい。もっと頭数を揃えてくるんだな。殿下、聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散る。これこいつでどうだい。これでどっせどっせつらい。もらえこいつでどうだい。えもらえこいつでどうだい。どっもらえそこらでどっかい。もらえもう俺たちの気合いを間違え。危ないじゃないか。邪魔をするな。危ないじゃないか。邪魔をするな。危ないじゃないか。甘い。危ないじゃないか。甘い。ところで邪魔をするな。甘い。使い方を間違え。どこへ連れてこない。もう俺ら危ないじゃないか。もう俺ら負けるなんて、そんなバカだっす。ベラメ、ミヤビの動きがなんか吹っ切れたみてえだぜ。忍びの盆踊りが始まった頃は負けまくっていたくせに。
そんなこともあったかな。何よその態度、達観してるみたいでムカつくわ。達観などという高尚なものではない。ただ自分の中で一つけじめがついただけさ。なんか異常にかっこいいんだけど、ムカつくわ。みやびさん、前より凛々しくなってます。ああ素敵だよみやび。今のみやびは僕には眩しすぎる。ヨーナちゃんにはわからない。お母さんと別れたのに前よりも輝けるなんて。あ、母さん、天国で見ていてください。私はこれからも信じた道を誇り高く生きていきます。調子が悪いようだ。